t ステーションは、カルチュア・コンビニエンス・クラブの関連会社、CCC ローカル株式会社が、専用端末を使って提供していた無料の地域、生活情報サービス。家庭内デジタルサイネージとして、天気、ニュース、チラシなど、生活に必要な情報をタイムリーに提供すると、していた。t ステーション家庭内デジタルサイネージ時刻、天気、災害、最新ニュースをはじめ、 地域の生活、エンタメ情報専用のデジタルサイネージ端末を介して提供していた。2016年8月より、沖縄県那覇市を中心としたエリアで限定して、県内在住者を対象に2万世帯に配布を開始。端末は T カード保有者を対象とし、CCC ローカル株式会社が無償で配布。端末の受け渡しは、ツタヤ店舗で行う。 2018年1月より、首都圏でも拡大を行う。ただし首都圏の場合は、東京ガスの契約者に限定して、無料で提供する。サービスは2018年6月30日をもって終了し、CCC ローカル株式会社は2018年12月1日をもって、カルチュアコンビニエンスクラブ株式会社に合併して、解散した。 タッチパネル対応の T ステーション専用のタブレット機器専用アプリケーション以外の利用は不可。このためメールやブラウジング機能は提供していない。サービス終了後は返却不要で簡易的なブラウザ端末として利用可能。2016年10月より沖縄県那覇市を中心としたエリアで提供開始。那覇市エリアを中心に2万世帯限定で提供。 2017年2月より新たに8エリアが追加。2017年12月より沖縄県内全域に対象エリアを広げ、県内の指定のツタヤで端末受け取りができるようになった。2018年1月からは首都圏でも展開。ただし首都圏エリアは東京ガス契約者に限定している。なお、沖縄県でのサービスは2018年6月30日を 持って終了することが2018年6月18日に運営会社よりアナウンスされた。2016年8月より沖縄県内でテレビ CM、ラジオ CM を展開していた。ありがとうございます。